どうも、タクです。今回は懸垂100回やっていきます。というのも YouTube の急上昇ランキングのところでラファエルさんの動画で、光る懸垂100回みたいなね動画があったんですけども、まあ、内容はさておいて、まあ、それにね便乗していこうかなっていうところです。で、懸垂100回やるのもうかれこれね高校生の時以来ぶりなんで、もう10年ぶりぐらいですね。うん、でまあ覚えている限りではまあそれ以来なんで、どれぐらい100回やるのきついかっていうのねもう覚えてないんで、ちょっとね挑戦していこうかなって思います。でやり方はまあ持ち方ね、オーバーでもアンダーでもまあ自由で、顎が、バーにつくところら辺まで上げて、でまあできれば伸ばしきるとこまではいかないんですけど、まあ、若干ね腕屈曲してるぐらいところまで下ろして顎がつくまで上げるみたいな、そんな感じでやっていこうかなって思います。
ラスト10回なんで、潰れたらレストポーズ挟んで、でまたやって潰れたらレストポーズっていう感じで、残り10回刻んでいきます。はい、ということで、100回やっと終わりました。1時間半ぐらいかかったかな。もうね、4セットじゃないわ、6セット目ぐらいからもうひたすら頭の中で西山さんやべえ、西山さんやべえみたいなね、もう西山さんすごすぎるなってね、改めて思いました。だって1分間で何回だっけね、めっちゃしますもんね、やべえな。ということで、やっと100回終わりました。お疲れ様でした。